はい、というわけでどうもマルトラです。今回ファンパレなんですけども、今日はですね無限回路43回から頑張っていこうかなと思います。あと7回ですね。まあ携帯の充電も 40% ぐらいまで充電しましたんで、時間の許す限りやっていこうかなと思うんですけども、43、キモキモいな、ワロテマぐらいキモいねんけどこいつ。影特性で相手を誘爆状態にして、誘爆の敵に対してなんか分かりませんやっていくというわけで、パーティーこんな感じで敵一人だけなんで、火力で押してったらいけるような気がするんですけども、どうなんですかね、分かりません。キモ、今なんか口ん中からカエルみたいなおらんかったな、飯食ったばっかやねん。そんな連想させることをすな。こいつの HP なんぼなんでしょうか。9790万。キモ HP 落つやん。なんやその HP、 バグっとんなおい。アホみたいな HP してるやんか。からムカでぶんまいていこうか。ムカでクソぶんまき発動していきまして、ほいと、うーわキモすぎんよー、キモーい。ほんで、あ、ちょっとバグ、キモすぎて僕の脳みそ溶けたなあ。ここバフつまへんかったら意味ないやんけ。何をしとんねん。うわ震えとるわ。洗濯機みたいに、洗濯機みたいにこいつ震えとるやんけ。何をしとんねんこれ。頑張っていくというわけで、なんかすごい、なんでこんな呪力、呪力髄か、呪力髄系ですかこいつ。キモいことをしやがる。これはこれどうでしょうかね。五条先生ただ一人で勝つという、そういうパーティーになってるんですけども、影五条先生あなたの力を見せてほしいなと思うんですけども、どんだけダメージ、無人おらい今のはクリティカルに救われたわ、よかった。43回無事にクリアというわけで、めっちゃすんなり勝ったな43回。さあ44回なんですけども、うーわーこれはまたなんかややこしそうやな。ブレイクしていない間被ダメージ 90% 付与、なるほど。ブレイク中になったらバカみたいにダメージ入るっていう定番のやつやな、了解した。でも影やろ、影がねほんまに弱いね今の環境って。影めっちゃ弱ない、僕そう思うねんけど影バカ弱い気がする、僕そう思う。これはこれこうかな、いや勝てるかな、ちょっと待って、階層がちょっとあれなんで、やっていくんですけども、はい、影、僕影属性はね多分全種類持ってると思うんですよ。五条先生に頼っていくっていうムーブを取る以外の選択肢ないんかな、分からへんな。とりあえず頑張っていく。まあ雑魚を背負っていくというのは、いいんじゃないかなと思いますんで、まあギョンギョンに攻め込んで頑張っていこうかなと。なんか最初から暗闇、何最初から暗闇って、は最初から暗闇って何やねんそれ、意味のわからんこと抜かしやがって。最初から暗闇って何やねんこれさ。950万、えぐっ、最初から暗闇って何？なんやねんこれ。なんやねんマジで。
ちょっと待って、キモすぎんねんけど。暗闇永続本で、これはあかんわ、これあかん、これあかんな。暗闇永続、暗闇ちょっとわからへん、これちょっとあかんわ、これあきません、これあかんので、先に五条先生インしよう、先に五条先生インして、はい、先に五条先生インの、先に五条先生インの、おいの、まあブレイク中にやらへんかったらダメージ全然出えへんけども、でもな何がいいんでしょうか、全くわからへんわ。これ暗闇何ターン、これ暗闇一ターンか、暗闇一ターンだけ、一ターンだけやったらもう何でもええやん。雑魚処理どうでもいいんで、真ん中をアホほど殴っていくパターンにしましょう。はい、まあゲトウと一緒に必殺技掘り込めたら嬉しいんですけども、4000、うーん、攻撃引き付けしおるねんなこいつ、本当にね、鬱陶しいもんがありますよ非常に。これで全然ダメージはいらん、ダメージが全然入らへんわ。これちょっと待って、あかんわ、これあかん、これは、バカみたいな耐久パーティーにしなあかんわ、これは絶対に。ここに花見ぶち込んで、ここに、行五条先生掘り込んで、これでいいわ。やっぱこのパーティーが最強やって、なんだかんだこのパーティー使っといたらええねん、この無限回廊は。このパーティーがマジで一番強いと思う。第一、まあ収束は真ん中に掘り込んどくか、一旦収束真ん中に掘り込んどいて、ほい、なんか知らんけど強じてきてもうた、まあええや別に、ダメダウン、どうでもいい。引き付けやってきよった。まあ雑魚等々は必殺技で全処理しますんで、何も心配はいらん。はい、これで、まあどうせ毎ターン回復でしょ、毎ターン回復なんで必殺技打てるまで粘って、はい、ほんで大地掘り込んで、収束もまあこっち側に掘り込んどくか。はい、まんべんなく、まんべんなくやっていく。ほいの、回避状態、これ回避状態どんだけ続く、なかなか続きそうな感じしてるんですけども、必殺技掘り込んできよる。ここは守るか、いや守る必要ねえな、守る必要ねえわ別に、これガンスルーでええわ、全然スルーでいい。ほいの、2500、真ん中は結構食らうんですかね。ゼロー、エクソゼロー、強すぎ。暗闇がマジで鬱陶しいねんな。これ五条先生当たってくれ、頼むから当たってくれ。あー当たらんかー、あでもゼロ、素晴らしいことで、あゼロゼロ、ゼロゼロシステムは完成したけども、ダメージをどうやって入れるかやね、問題はダメージが全く通らないんで、まあ一応、必殺技発動する、手はずは組んでいくんですけども、おいの、開示、これでね、まあブレイクとかがどんだけ稼げるかにもよるんですけども、はい、というわけで30分経過しまして、練りに練って真人が強いということが分かりました。はい、真人はあれ割合ダメージがブレイク判定入るんで、真人で一旦早く必殺打ってから五条先生で必殺打ったら何も心配はいらんと思う。ほんで塾長の階層に回復階層を積んで、ほんで真人の階層にも回復階層&、必殺回復階層を積んで、真人と塾長が死なへん限り多分火力で押せると思うんで、なんとか頑張ります。これで
はい、ブレイクさせたら多分こっちのもんなんで、このパーティーは。とか塾長でバフスキル発動する意味なかった。一旦早くなんか土地狂ってもうた、感覚バグってもうたこれ。ここに関しては塾長する、これもする、変幻自在、これこうやって、はい、全体ゴリ回復入って、ここはもう誰殴ってもいい、誰殴っても一緒、ここはどうでもいい、ほいと。これ必殺技が塾長に来た場合死んでまうんで、これ回避して、回復回想も使って、使う意味ないな、うん、使う意味ないんで、ここはもうガンスルーして OK。 そんで回避ミス、そこに行ったか、いや、そこに行った、まあいい、まあいい。ほんで後から出てきて呪力回復して、追い風、うんうん、楽しくなって、これでどこに行く、うん、素晴らしい素晴らしい。うーわ、きっつ、ダメージきっつ、これどうなる、まあ見ててご覧、一応打っとこう、一旦ちょっとこのターンで、前のターンで真人発動して、このターンで五条先生発動したかってん、ちょっとちょっとやな、まあ、雑魚は一体しょった。塾長死んだが、これでどこまでダメージ入るかやな、これどうやろ、ちょっと足りひんか、やっぱりちょい足りず、ちょい足りず。わかりました、マヒトんところにバカみたいな回復回想積もう、バカみたいな回復回想、てか消化一身でええか、消化一身でいいわ、消化一身でいいんで、塾長はさすがに残しときたいんで回復回想積んで、これでいい、これでいいパーティーがようやく完成したんちゃう。何時、9時、やっべこんな時間までやってるんか、今日中に50回想クリアしたいね、めちゃめちゃ手こずってるやんけ僕、ここでこんなところで手こずる予定なかった本当に。これもどうでもいい、これもどうでもいい、かっこつけて、はい、塾長以外殴ってくれ頼む、死ね、はい、これはこの辺から回復入れといて、真ん中こう、あんま意味ないけども、ほんで変幻自在打って、一発これやって、めっちゃ溜まるね、やっぱ消化一身強えわ。うーわ、これ塾長にダブルでいった、きっつ、なんで毒でそんな入っとんねんダメージ。これ変幻自在楽しくなって、マヒトたまれ、ナイス、これどうなる、これどうなる、これ、あー塾長か、あー厳しい、耐えたけども毒か、うーん、なるほど、まあいい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 。でこれ真ん中こうぶち込んで、エンドンか掘り込んで楽しくなって、これで一旦前にブレイクできた、ブレイクしたらね、多分ねこのダンジョン何の心配もないと思うね。はい、クソブレイク、そんでもって真人に攻撃ったらどうでもいい、こっから、こうぶちまいて、無意点辺からの、赤掘り込んで、これで結構いいダメージ入ると思うけどな、
どんだけでしょうかというわけで、ワンチャン持ってったと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、まあ、余裕やんけ。なんやったんこの熟考してたこの時間は、アホが。45回行きましょう。45回誰ですか敵は。みんなきっしょいも。与えるダメージダウンの付与や呪力の減少、これ最近のあのマップイベントのやつやな。デバフ無効ですか。デバフ無効か、デバフ無効か。デバフ無効はやばいわ。デバフ無効はちょっとやばいな。デバフ無効はやべえぞ。デバフ無効はマジでやばい。どうしよう。デバフ無効はほんまにやばいな。消化一新、うん、消化一新でええわ。消化一新か、消化一新いらんわ、これでええわ。はい、デバフ無効なんでも火力でゴリ押す戦法にします。強敵出現、雑魚が厄介やな。雑魚がマジで厄介やろ。どうしたろこれ。まあバフバフ一発積んどいて、耐えていただいて、これはまあ雑魚処理に専念するか。いや雑魚も硬いな。7000、うーわきっしょ。ボスの HP850 万、ボス HP850 万か。きっつ、バカきついな。おいこいつはきつい。あミス、呪力軽減がなかなか厄介やな。どうしよう。キック変幻自在、これはまあこっち殴っといて、ほい、これはうわいった。なんじゃこれで、終わり腐らしとるやんけこれ。おーい、こう有機酸入れよう。有機酸入れて、これ自録回復いらんな。こうやってこうやるか、こうやろう、こうやってこうやるか。 OK、これで真人で必殺技乱発しよう。乱発できひんけども、早いこと領域展開しよう真人で。とりあえず、やって、変幻自在も大量に打っとこう。変幻自在大量打ちしといたら永年精神で頑張っていく。ほんで、あー呪力死んだ。うわきっつ、呪力死ぬんやっぱ厳しいね。変幻自在諦めずに打っていくよ僕は。自在を自在に操っていく。うわきつ、そんなこと言ってられへんかった、めっちゃきつい。これはもう回復入れよう。で自在打って耐えて、これ頼むから塾長以外に来い、ほんまに頼む。あ、はあ、なんやねんこいつらマジで。こいつら何、なんじゃこいつら、おいふざけとるやんけ。終わっとんな、終わっとるわ。なんかやってきおるんで、これは強者の余裕を掘り込んどこう。はい、ヒダメージアップ掘り込ん、あーヒダメージアップ意味ないんか。ミスター、あほんでそこに行ってる。うわきっつ、おバカきついぞこいつ、こいつバカきついねんけど。
まあ、与えるダメージアップは積んどいて、うーわ終わっとんなこれ。これどんだけ入る、どんだけ入るこれ、やばそんだけしか入らへん、やっば、え、これやばいわ、このダンジョンやばいぞ、ここやばいわ、さっきのお遊びか、ここやべえ、ここやばすぎる、なんやここどうしようこれ、え、もう何も思いつかへんぞ、ここの攻略法が何もわからへん、どうやったら勝てんねんここ、こんなゴミマジで、ここどうやったら勝てる、耐えて、先生の火力があんなもんやったからな、あの火力はちょっと想像以上やったわ。無意転編、無意転編、まあ掘り込んどくか、やらへんよりマシやわ。転編、うん、やっぱ他の属性があのレジストもらってしまうんがめっちゃでかいわ。あ、ほんでそうか、こいつ回復持ってんのか、この雑魚、ほんまやこいつ回復やん、やっば、やっばこのダンジョン、さっきの44もやばかったけどここもやばいな、あ、えぐ、うーわうーわ、なんやこれ、これなんやねんこれ、なんじゃこれ、おい、どうしたらええねんこれ、何をしたらええねんここは、必殺も全体でしょ、必殺ちゃうわ、まあ全体も掘り込んでくる、え、どうしようこれ、どうすんのが正解やこれ、パンダか、パンダ、パンダで回復階層を積んで、ここも回復階層を積んどいて、全体飛んできたらあれやし、こうするか、ここ西宮じゃなくて、五条先生、パンダでゴリゴリ引きつけるみたいなムーブどうでしょうか、ここさすがにこれやな、そうなったら、でも単体攻撃そんなしてこうへんかったやな、全体もふんだんにしてきおるからな、ここパンダの引きつけがあんまし機能するかは知らんけども、やるしかないな、変幻自在、これを乱発して、とりあえずマヒトの必殺技を発動しよう、ヒラメアップ、パンダ、パンダに行くんは何でもいい、自在、ほんで、はい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 、全然いい全然いい、んーで、ここ必殺技飛んでくるやろ、ここの必殺技もうスルーでいいな、はい、全然スルーでいい、次回復できるんで、どうせ、うわ、それそれ、ここやってくんのか、この神殺し攻撃やめてくれませんかね、非常に不愉快、非常に不愉快です、はい、これはこの階層もったいないんで、階層をスルーして真人で階層発動しよう、え、これっておいの、はい、パンダ、ここは全体なんで、どうせこれは一応連携打っとこう、一応連携打っといて、雑魚一体しょろう、雑魚一体しょって、こっからどうするかやな、
こっからどうなるかいで。はい、これクソ。え、雑魚しょれへん。嘘やろ、今ので雑魚しょれへん。はぁ、え、ほんでスタンやん。はぁ、はぁ、え、ちょっと待って、こ、え、ちょ、ちょ、え、何今の、今の何、え、ザコの HP 何本あんの、ザコの HP なあ。え、あ、そうか、今ボスに放り込んだか。あ、なるほどなるほど、僕の勘違いでした。はい、シンプルに僕の勘違いだったというわけで、ありがたき幸せ。はい、どうでもいいです。じゃあもうどうでもいいという、そういう結論に至りました。ありがとうございます。パンダも A は別にもうどうでも、もうどうでもいい。無意点々もどうでもいい。いやー、このダンジョンちょっと無理やな、勝てへんわ。ここ何をどう頑張っても勝てへんな。これはしばらく考える必要があるわ。今パッとやって勝てるダンジョンではないわ。ここしっかり練らなあかんことが分かりましたね。これはデバフ無効で全体スタンで16マイナス、やばいやつを生んだな運営さん。ほんで HP 回復もしおるんで、雑魚がマジで考える必要あるな。はい、というわけで初日は45回で止まったか。全部クリアしたかったな。ちょっと明日以降で頑張って勝ちますわ。はい、あらした。